ありがとうございます。はい、じゃあ金之助君。あれ？でいいんだよね。そうですね。最後ちょっと持っていく。ね、金之助はね、漫画原作とかでは、原作の方の話数が進んでいくとどん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 猿化していく、そのデフォルメしてね、まあ、それやっぱり漫画家としてその先生がどん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 、まあキャラが動いてきたっていうかな、うん、面白いキャラクターがやっぱ脚色されて先生の中でどん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 モンキーテイストになってたと思うんだけど、ただね、やっぱ第1話のイタキスをちょっと思い出してほしいんですけれど、その時のね作画がねかっこいいんだよね、うん、だからやっぱりそのヤンキーテイストで、かっこいい金之助っていうことなんですよ。でシモン君もね、ね、なんか女子高生からなんか人気ナンバーワンのモデルとかね。いや、うーじゃないですよ。なんで笑ったんですか。いやだから本当にかっこいい金之助っていうのはかっこいいんですよ。猿言うたりかっこいい言うたり忙しいですね、うん、いや忙しいというか、だからそれを勘違いしてる人が多いからね、うん、だから例えばね、10人確率わかんないけど10人いたら1人2人は金之助の方が好きっていう女性いっぱいいるわけだ、うん、だけど直樹をね、まあ、主役ですからね選ぶけれども、まあそういう点ではだからその先ほど言ってたその関西的なそのフレンドリーな、うん、いつも明るい、それはやっぱり金之助として、うん、本当完璧な抱きの中の金之助描いてくれたと思います。ありがとうございます。じゃあコドコちゃん、はい、はい、今ね、なんかコドコちゃんって時の笑顔、初めて会った時こういう笑顔を作ってくれた。やっぱりコドコって先ほど彼女も言ったけれど、本当に明るくポジティブに前向きに、だからその、スクリーンを通してね、皆さんにその明るさ幸せなことが伝染すればいいかなと、そういうコドコちゃんの性格であるし、で本当にその会った時にこうやって本当にね、何者かなっていうことを詮索しないまで、ね、こんにちはっていう感じでね、この笑顔が本当に僕の中で、あ、コトコだ降りてきた。じゃあ大鳥いいね、直樹君。彼とね、直樹役神田君と会ったのはまだ高校生の時、ね、そうですね、うん、だからまだイタキス映画どうのこうのっていう前なんだけど、僕が本当に彼にパッと会った時に、おすげえ直樹っぽいなって思って、でいろいろとお話ししてる中でね、実際すごくスポーツ万能で、うん、でまあ今日はね高校生編パート1ということなんだけども、次続編でテニスやったりとかするんだけど、はい、まあそれの一つのエピソードを言うと、まあカメラの、まあ、カットでね、長回し、直樹のサーブが決まったらそれから長いセリフを言いましょうというところなんだけど、もうやる男だなと思って一発で決めたんだよね、うん、たまたまだからそれぐらいやっぱりね運動神経もあるし、すぐすぐ、うん、やっぱ、うん、入りなわけだなって、そういう部分も含めて、うん、降りてきた。でね、演技してる時僕もやっぱりね、ちょっと演技の場と離れたところにいるんだけど、すごいんだね集中力がね、うん、入江直樹、あ、降りてきたなって俺ね見ながら思ってた。本当ですか、うん、初めて聞きました。嬉しいです。集中というかな、だからそれはやっぱり、先ほど言ったけど、もうフレッシュな力だね、はい、うん、とにかくその場は俺は入江直樹になりきる、演技じゃない、もう演技を取り越した俺は入江直樹なんだっていうのがね、なんかゾーンに入っちゃった。それを見ながら僕はカメラで楽しんで、うん、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、ね、本当に原作とぴったりで、私も青春時代ちょうどいたずらなキスを見ていたので、こんなにぴったりなキャスティングがあったのかと、はい、驚きました。さあとここでですね、時間の方が来てしまったので、フォトセッションに移らせていただきたいと思います。はい、 So we'd like to move on to the photo session. はい、マスコミの皆様準備をお願いいたします。まずはこの場で撮っていただきます。はい、ではまずセンターのカメラから参ります。お声掛けお願いいたします。徐々に中央の方に戻っております。お声掛けお願いいたします。この辺もすいませんください。ありがとうございます。はい、プロの一番前の方、次ご覧ください。お願いします。これだけ注目度が高い作品ということですからね、たくさんのメディアの方が見られてますね。
ソロの方もお声掛けください。よろしいでしょうか。じゃあ後ろこちらお願いします、はい、すいません、こちらもお願いします。こちらです。はい、キッコリ笑顔でお願いします。よろしいでしょうか。あ、ごめんなさい。はい、では一番、そうですね、後ろのお願いします。次センターに戻らせていただきます。すいません。では次、ごめんなさい、皆さん、キャストの皆さん、いいですか。ごめんなさい、お願いします。大丈夫です。はい、こちらで最後ですね。はい、では正面に向き直っていただいて、最後センターの、ムービーカメラの撮影になりますので、あちら右手後方にございます。もしよければ手を振っていただいてよろしいでしょうか。手を振っていただいて、はい、ライトの後ろのあたりです。お願いいたします。さあ、よろしいでしょうか。すいません、ちょっとお時間の方もありますし、この後の2パターン目もございますので、すいません、ではここで一旦フォトセッションを終了させていただきまして、今度はですね、客席にキャスト監督の皆さん入られまして、写真を撮りますので、よろしいでしょうか。では皆様にお立ちいただきまして、再びパネルをお持ちいただきます。お願いいたします。位置ここでよろしいでしょうか。大丈夫ですか。はい、明かりこれで大丈夫でしょうか。行きますか。はい、さあではセンターのカメラから撮影をさせていただきます。お客さんも笑顔でお願いします。後ろの方も映ってます。お願いします。はい、こちらお願いします。はい、こちらお願いします。この後、はい、動画の撮影になりますから、お願いします。いかがでしょうか。よろしいでしょうか。はい、お客様もありがとうございます。キャスト監督の皆さん、ありがとうございました。さあ、以上をもちまして、映画イタジラマチックザ・ムービー大好きな人の完成披露をご覧ください。すみません、最後佐藤さん、こちらで一言いただいてよろしいでしょうか。このシリーズがこれから先ちょっと続いていくんですけど、またその直樹こと子の関係だったり、他のメンバーのその人としてすごい成長していくと思うので、僕らのその俳優だったり女優だったりとか、そういう仕事的な意味での成長と照らし合わせながら、これからのシリーズを心待ちにしていただけたらなと思います。今日は短い時間でしたが、本当にありがとうございました。ありがとうございました。それは佐藤直樹さんでした。本日はイタズラのキッズ・ザ・ムービーハイスクール会完成披露にもご来場いただきまして、誠にありがとうございました。マスコミの方退場されます。機材がちょっと危ないので、もしこの後お時間に余裕のある方は少しお席の方でお待ちください。 TOKYO BORDERLESS TV